メスやで、これいい。メスちゃんかわいい、うん、結構でかい、うん、ほんまでかいわ。でかちですね。何センチやこれ。 6.5 センチぐらいあります。 6.5 センチ、この羽の横幅は、羽の横だいたい 5.5 センチちょっと越すね。すごいですね、うん、大きいわ。羽を開けたら11センチから13センチになります。ここにね、なんかね、トゲあるんですけど全然とかな、やばいやばい。え、そこトゲあんの。トゲあるよ。あーってな、これ全然痛くないです。全然痛くないです。あらま、激しい。やっぱり胴体太いわねえ。この大きさがさ、スマホやとなんか伝わらへんのよね。うーん、バタバタしてるね。かいんだってば。バタバタしてまちょね。かわいいね。かわいいね、バタバタ。バタバタ。太いね。ね。太い太い。おママの太い手が、指がさ、こうこうこうでしょ。うわ、おい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 。銀粉が剥げる。せっかく綺麗やのに。もううちら何もせへんで、うちら何もせへんで。この大きさどうやったら伝わんの、この太さ。お、また一瞬の休憩、一瞬の休憩、一瞬の休憩。お、すごい、柔らかい。柔らかいよ、うん、これ、もふもふしてる。もふもふしてんの。なにこれ、細かい目のあの絨毯みたい。あわわわ。触りたいな。え、触りたいな。触りたいな。触り。あ、あ、柔らかい。あ、あ、柔らかい、なにこの子。なにこのお腹、柔らかい。柔らかいやろ。あ、あ、あ、また。つかの間の休憩。うん、つかの間の休憩じゃ。それで親指抜けてくれ。お、お、お、今ちょっとだけ頭を押さえつけて、ちょっと行動する。あ、頭が見えて。かっこいいファントム、ファントムな頭。ババババババ。だだ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 だ。ステイ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 。You are stay. You are stay. You are. Open the wing.You are stay, you are stay, you are stay, you are stay, 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 いいな、ほんま太いな。かわいい。うん、顔かわいい。メスちゃんだね。で、お腹白いの。うん、メスやな。落ち着きました。落ち着いた。落ち着いた。どこもハゲてん、うん、綺麗なグレーだわ。明るいグレーで、うん、な、うん、かわいい。かわいいやろ。めっちゃかわいい。顔かわいいねんで。綺麗に映らんけど。でちょっとこう顔の先がちょんがって見えるのかっこええ。フリスズメはね、背中からのね、黒いラインがね、複眼までね、たどり着いているのが特徴です。これたるとたどり着いてないのは、おー、おーフリ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 ー、おーシモフリスズメやな。ああ、おーフリフリはもっとでかいよ。もうちょっとでかいよ、これよりも。
でも羽の方がこうまん丸とふっくら太いのは霜降りスズメ、かわいいね、かわいいね。ここ、うん、触覚が畳んでるんだよな。それのな向こう足側を掴むって感じかな。羽と違ってな。うん？やめるってか。うん、そのままそうとそうと。お親方。あばば。ヘリコプターみたいな。刺さるとあのチクッとはする。トゲがね。抜けるわ。こんな長いんか。しまわへんことは飲んでるのかさ。泣いてるけど。巻いてても先をビーってこうやってる。あ、戻した。うちでちょ。中の中もっと落としてちょろ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 長っ。7センチぐらいあるんちゃう。ほら、こんなん見たの針金のシール。センチあるね、これ。さあ、お飲みなさい。飲むのです。飲んでるんちゃう。抜けそう、抜けそう。はい、ごめんね。お疲れさん。興奮。興奮を出して興奮しています。どうすんや、その興奮。しまわへんのか。しまわないのか。あ、しもた、しもた。おお、しもた、しもた。よかった、よかった。よかった、よかった。締まりが悪いのかな。
白いお腹、白いお腹、かわいい、かわいいね。これモフモフだよ。ほら、かわいい、かわいい、見て。かわいい。チロチロチ、天使ちゃんですね。うん。あ、お目目の掃除してる、これ。お目目の掃除して。目ね。かにね。なんかさ、リスに見えてきた。こんなリスいるやん。いるな。あ、お口きれいにしまえた。落ち着いただいぶリップもはげた。ごめんね、ごめんね。卵いっぱい産むんだよ。じゃあね。では今日はここまでにしたいと思います。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、通知登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。